キャッチクエスチョンズアカデミー第38回、まず私の自己紹介です。こちらのウェブサイトでアプリを作ってます。デザインセンスの方はちょっと正直素人レベルなんですが、ただマニアックな、動きする、変わったアプリ開発してます。世界ではそこそこ売れてますんで、よろしかったらこちら見ていただければと思います。それからツイッターもやっております。昔のツイートはちょっと恥ずかしいものもあるんですが、ただ最近はプログラミングに関してツイートしてますんで、こちらもよろしくお願いいたします。では早速今回マップキットといったライブラリ使って、iPhone アプリ内で地図を表示して、そこの中で自分のお気に入り のサイト、地点、ここでは自分の家族 の住んでいる、家みたいな、そんな感じでいわゆるピンをプロット、複数プロットして、それで簡単にこう、地図の所在地を確認するようなアプリ作ってみたいと思います。で今回は、構造体でホームタウンといったものを今ちょっとコピー&ペーストさせていただきまして、これがいわゆる地図の中にピンを作ったり、場所情報をこうコントロールして、いわゆる、iPhone の、アプリ内にこう地図そのものを表示したりするような、アプリなんですね。でコンテンツビューは、このような感じになってます。でその構造体を使って、やるんですが、この箇所ですね、緯度と経度ですね、ロンジチュードとラティチュードって書いてあると思うんですけど、そこが緯度経度になってます。で、この Z スタックの中にいろいろ構造体ですね、ここはちょっと書き方ちょっと白と臭いんですけど、マップビューをの構造体更新するところですね。でこの V スタックの中にボタンを配置して、先ほど言った緯度経度などの地点にジャンプするようなものになってますね。はい。でこの箇所がカウンターになってます。カウンター、いわゆるif 文でこう切り替えて新しい構造体に切り替えてですね。でこの中がホームタウンでの構造体なんですが、ここは情報管理するようなところです。ここは地点の名前と、それから、ロケーションのインフォメーションですね。それからマップビューの中が、こんな感じになってまして、2つの、構造体を、引数を持ってますね。はい。で、この中がファンクションになってまして、でこれは必須のファンクションですね。UI リプレゼンタブルを呼ぶときにこう2つ必要なんで書いてるやつですね。でこの中の、この箇所が、位置情報ですね。先ほどの緯度経度を扱うところで、こっちがピンにメモを書くところですね。タイトルとサブタイトル書くことができます。これで地図上に自分 の家族の、情報とかそういったものを表示するっていうことが、可能になります。では早速、左側の、シミュレーターの方でビルドしてみて、このアプリの動きを見てみましょう。左側のシミュレーター、ご注目ください。まず起動すると早速地図が、読み取れますね。で、真ん中にこうピンが立ってると思うんですけど、この箇所に、先ほど、入力した位置情報が出てますね。でちょっと字小さいんですけど、ここに、マイホームみたいな感じでこう表示することができますね。タップするとサブタイトルが、表示するようになります。こんな感じで簡単なメモをこう書くことができるんですね。なので位置情報とメモをこういう風にピンに、つけて、出すことができます。次の、情報が、この、日本の、妹の家みたいな、そんなような感じですよね。こうタップするとマイシスターズホームみたいな感じで出ると思いますね。はい。こんな感じで複数のピンを地図上に、表示して、かつ、そこにメモを、つけて表示するみたいな感じ、マイホームとかシスターズホームみたいな短文にはなってるんですけど、もっと長い文章をここにこう書くことができます。この箇所ですね。この箇所は、ストリングを入力することができるんで、ストリングは文字ですね。
入力することができるんで、なので地図上にこんな感じであのメモを入れて、でこの NEXT ボタンで、その、場所にこう順次ジャンプしていくような、そういった、ことが、可能になってます。で、まあ緯度経度ものすごい大きくやって、日本と中国とイギリスですねのあるとある地点をこう、まあ、適当にこうピックアップしてあの、書いたわけなんですが、あのまあ、日本国内でも細かく緯度経度、書いてやったらあの、まあ、日本国内でも複数の、ピンをこう表示するってこともできます。で今あのちょっとコメントアウトしたところを確認です。この箇所はあのアノテーションと呼ばれる箇所で、いわゆるピンですね、それをこう表示するところなんですね。でこれをこう削っちゃうとあのピンが全く表示されなく、地図単なる地図になっちゃうんですよね。こんな感じであのコードの一部をこういうふうにコメントアウトして、それで確認するとあのどこがあの大切な情報だったかとか、そういったものを確認できるんですね。で今度上の方を確認すると、これ赤字の説明に怒られちゃったところでもあるんですが、まあ、いわゆるあの必須の箇所、この箇所、削っちゃダメだなとか、そういうのがちょっと分かったりするんで、いろいろこういじくってみて、もらえると、コードの、大切な部分とかそういったものが分かるかと思います。であのデフォルトで今あの、まあマイホームがあの、0番になってたんですけど、今度はあのマイシスターズホームの方を、上に、持ってくると、これ、デフォルトで最初日本が、表示されますね。はい。まあ、なのであのこの、データの順番とか、そういったものもこう大切なんだなというような感じで、分かってくるかと思いますので、まあ、そういった形で、いろいろあの実験してみてもらえたらと思います。ではあの最後にあの、コードをちょっと書いていく中でちょっと気づいてしまったことなんですが、あの一応ちょっとあのこの箇所重要なところがあったんで、いわゆるコード体を更新するときのここの2行ですね、これあの上下逆にすると、うまくあのコード体があの更新できなかったりするんで、ちょっと気をつけてほしいんですね。最初の方の動画の方でこの上下逆にしてたん でここをあのこの順番にすると、まあ、いわゆる地図が順番にこうジャンプしていきますので、まあ、こっちの方を参考してくださいね。まあ、こういうふうにやると3つ順番にこうジャンプできるんで、あのカウンターであのコードタイを更新してるんですけど、まあ、あの Swift UI のまだちょっと不完全なところなんですかね、あのボタンを押してもすぐ反応しなかったりとかあのするところがあるんで、まあ、こういったところをちょっと気をつけてください。まあ、あの Swift だったらちょっとありえないかなと思うような箇所でも変な動きしたりするんですよね、まだ Swift UI の方は。なので、まあ、この部分ちょっと気をつけてください。はい、以上で、本動画の方は、ここで終了となります。ソースコードの方はあの YouTube のコメント欄の方に記載してますんで、ぜひあのお時間のある時にあのチャンネル登録とかしてあの復習などしていただけたら幸いです。またあのこの最新の、情報なども、お届けしますので、まあ、ぜひ、重ねてチャンネル登録の方お願いいたします。ご視聴の方ありがとうございました。